はい、ピヨピヨでございます。はい、ちょっとまあ降りてきたっていうんじゃないんですけども、まあ毎度毎度この動画撮る時っていうのはですね、もう何回も言ってるんですけど、なんかやってくるっていうかですね、そういうことなんですよ。それでもうこれは、自分だけで取っといちゃいけないっていうかですね、そういう感じだと思うんですよね。で、まあこう録音してあればですね、まあ誰も聞かれないと思うんですけども、してないよりはいいかなっていうことでですね、本当今ですねその極限に達したって感じですね。もう全然その前はですね、ちょっとね、なんで再生されないのかなってこうですね、ちょっと考えたんですけども、考えたりこう見ちゃったりするんですけど、今はもう全然全く気にしなくなってですね、とにかくこの動画が残ってればいいなっていうことですね。まあ動画じゃなくてもいいんですけどね、もう文字でもいいんですけどね。まあ、だから文字もやんなくちゃいけないのかなと、思うんですけども、そうですね。それ、文章を書いたことがあんまりないのでですね。それもだからこう、やってるとこうやって降りてくるっていうかですね。そういうことなんですよ。別に、文章を書かなくてもいいんですよ。箇条書きでもいいんですよ。だから、まあ、この動画が一番いいかなと思ってですね、まあ、ありのままが伝わるんですね。で、今回はですね、超能力をですね、超能力が出るきっかけっていうのがあるんですよね。これはですね、まあ、幻魔大戦の第一巻では、まあ、その恐怖ですね、ガンダムとかもそうでしょうかね。恐怖っていうか、もう追い詰められて、そういうの多いと思うんですよ。追い詰められてこうバーンと出るっていうかですね、なんですけど、私が考えるのはそんなことしなくても追い詰められなくても出るんじゃないのかなって思うんですよね。それはなんていうかですね、この隙間に穴が開いてるっていうかですね、そういうイメージがするんですけど、そこをスッて通っちゃえばもうなんかこう発動されるっていうかですね、そういうイメージがするんですよね。いかがでしょうか。なんかそう、アニメとか漫画とか見てると、なんかこう物語でこう、そういうふうに盛り上げないとですね、物語が面白くなんないから、そういうふうにやってる面が強いと思うんですけど、そうではなくて、もっとなんかこうふっとですね、もう軽くこうふわっとですね、あ、これだっていう感じでですね、超能力がですね、発動されるような気が私はするんですけど、で、なんだっけ、なんとかっていう人はペンキ屋さんで、なんていう人だったっけな、その台から落ちて頭を打った瞬間、なんかそうなったとか、なんだっけ、占い師になったっていうかですね、予言者になったとかね、いろいろあると思うんですけどね。頭を打つのとか嫌じゃないですか。そんなことしなくてもですね、なんかこう、タイミングっていうか、こう、まあ、時空なのか何なのか、わからないですけども、だから、わかる人にはわかるかもしれないしですね。あとですね、このまあ YouTube がなんか再生されないのは、やっぱなんか制限されてるような気がしますね。それはすごい、なんかもう体感としてですね、もうこのチャンネルは再生させないぞみたいな、
感じになってるような気がしますね。うん、そうですね。なんかおかしいと思いますもんね。まあ、この両方ともですね。だけど、まあ、ゼロにはしないんですよね。ゼロにはしないんですよ。うん、だから、その辺がですね、まあ、どういう風にでもできるからですね。別にいいんですけども。うんうん、まあ、でも、本当に見たければですね、見る人がいるわけだから、わからないですけどね。やっぱまあつまんないだけかもしれないしね。つまんない。つまんないかな。これ重要な話だと思うんですけどね。うん、だから、こう、ふっとですね。特にですね、私はもう何度も言ってるんですけど、やっぱ女性の方のがですね、これがですね、超能力が発動される可能性はものすごい高いと思うんですよ。男はダメなんですよ。もう男はもう全然、男って左脳ですもんね。だから左脳人間はダメなんですよ。もう、うん、男はもう本当ゴミにしかならないって感じがしますよね。うん、だけどそれが分かってる人はそうじゃなくなっていくと思ってですね、うん、いわゆる波動が軽いっていう、まあ重くても、まあ、重くても軽くても関係ない、まあ、その重いとか軽いとか、分かんないですけどね、ということでですね、超能力がですね、こうふっとですね、だからまず結論を知ることなんですよ。超能力とか魔法っていうのはあるんですよね。で、その説明はもう、何回もしてきたんですけども、それとはこの説明のところのあのページにこの動画も貼っときます。貼っときます。はい。書いておきます。はい。まあその他もね、いっぱい。物質化っていうことですね。物質。で、物質っていうのは何かっていうと粒ですよね。で、粒っていうのは何かっていうと波動ですよね。で、原子と原子核とかですね。いろいろ話してきたんですけども。それと、まあ、この三次元っていうのはホログラムなんですよってもう本当に何回も聞くんですね。ホログラム。もう架空ですよと。架空なんて、もう本当によく精巧にできた、本当に、今流行りの VR ってやつですかね、そういうもんなんだって聞くんですけども、まあ死んじゃえばそうですけどね、だからですね、私も本当人生、やっぱりですね、働かないでなんとかできなかったかなってこうですね、働かないっていうか、音楽以外の仕事をですね、まあ、しちゃったわけですけども、そうじゃなくてなんとかなんなかったのかなって、ならなかったかもしれないですね。実力もないですしね。その実力がないっていうのも情報がないってことなんですよね。実力っていうのはやっぱ情報がないとですね、実力って出てこないと思うので、はい。だから今ね、だからホリエモンでもひろゆきでも何でもいいですけど、別に全然、それはまあ優秀だと思うんですけど、別にただの人だなって思うんですよね。だからやっぱアシュタールさんに惹かれるんですよね。南へアシュタールさんですね。アツシさんって方はね、普通の方なんですよ。でもね、俳優さんだから上手ですけども、普通の方なんですよね。だけどそのこう、普通の人間レベルのものっていうのも全然面白くなくてですね、面白くないんだな。だからこうね、ああそうだ、今、三つ目が通るのね、三つ目が通るがアップロードされてますからね。やっぱそういう漫画とかの中にですね、答えがある、
ある気がするんですよね、うん、サードアイですね、うん、さあ3つ目の目をですね使ってるみんな持ってるはずなんですよね、うん、いろいろ持ってるんですよ。だけどその使い方をですね忘れちゃってるんですよね。だけどそれが使えるんだっていう結論を、全ての超能力魔法サードアイこれが使えるんですよっていう結論をですねまず頭に叩き込めばですね、うん、それが発動される可能性が高いと思うんですよね。だからそうやってね、うん、こうちっちゃい子ほどですね、発動されればですね、この間もアシュタルレディオで言ってますね、計算なんかもうパッとできるって、うん、どんな難しい計算も暗算とかでパッとできるっていう、人間はもうコンピューターよりすごいんだってね出てました、ね、動画がですね、だからそれ使って将棋強くならないかなとか思ったんですけどね、うん、全然使えないですけどね、うん、でもそう思ってればですねやっぱり違うと思う、違うんですよ、本当に本当に微差ですけども、わずかな差ですけども、結論を知っとけば違ってくると思うんですよね、私はですね、結論を疑ってたらこれ無理ですよ、もう無理ですよ。いやそんなものないよって思ってたらもう絶対出てこないから、うん、そこなんじゃないのかなという感じで、これをね録音しないといけないなと思いましてですね、やってみました。はい、ではありがとうございました。はい、失礼します。